今日はカラオケの話をします。カラオケ好きですか？私の家族です。私はカラオケが好きです。私の夫もカラオケが好きです。子供たちも歌が好きです。夫は歌が上手です。夫は歌が上手です。私は歌があんまり上手ではありません。あんまり得意ではありません。でも好きです。私たち家族は時々カラオケに行きます。カラオケのお店です。時々カラオケに行きます。いつもは行きません。時々行きます。今2021年です。今年は2021年です。2020年2019年前は時々カラオケに行っていました。前は。でも今は行けません。今は行けません。なんででしょう。コロナウイルスです。コロナウイルスが心配です。なので、今は行けません。でも、私たちはカラオケをしたいです。歌いたいです。なので。カラオケのマイクを買いました。これはお金です。マイクを買いました。アマゾンで買いました。昨日マイクが来ました。なのでカラオケに行かずに家で歌います。楽しいです。今日はこれでおしまい。またね。